地紛律館は、白木の第二十一代の王であり、聖は金。先代の慈悲紛律館の長男であり、母は、ジョドルカンの羊角金の娘、王妃は、威罰の金の宿の娘の前景夫人。四七十九年二月に、仙王の死去に伴い、王位に就いた。三国式白木本に、地章紛律館記では、承知王とも記される。また、 三国維持王歴では、諸魔律官と記され、慈悲魔律官の第三子とし王妃を、非、包括文王の娘とする。くだらとの同盟により、公栗及び末活への対抗の体制を維持した。主な交戦の記録としては、この間、493年に、くだらからは、通婚を求められ、威罰の妃地の娘を、くだら東上王に送っている。 和との交戦もたびたび見られ、493年7月には臨海、長峰の日鎮を設置したが、500年3月には長峰鎮を和軍に陥落させられている。内政面では、2回の大社と被災者、家父、家父への施しを3回行っている。487年3月には領域内に有益を設置し、 感動の修繕を命じるなど、国家としての地方統治が本格化した。また、490年3月以降のこととして、初めて大都近所に市場を設け、白木領域の各地から物産が集まったことを伝える。488年1月には、居城を、明活城から月城に戻した。在22年にして500年11月に死去した。埋葬地は伝わらない。ただし、 この戦闘については、三国式では白木本議だけが、伝え、高ークリ本議、くだら本義には対応する記事が見られない。詳細不明。前述の狐、なる城の遺書とする説もある。三国式くだら本義には遺産と記されている。ありがとうございます。